軽井沢は色づきが始まっています。いつものようにお気に入りの鶴屋軽井沢店でお買い物、浅間山も今日は見えます。今回は山の支度で来ました。無印良品で買った入れ物も大活躍です。夏休み最終日、軽井沢は賑わっています。スイートグラス最寄りのスーパーに立ち寄ってみます。サニープラザ、営業時間は10時から6時まで。道から見るとこのお店は見えません。ちょっと奥まっていて、ちょっと洒落てるかな。でも暗いお店です。撮影禁止はないのでこのまま入っちゃいます。おお、広くて落ち着いたお店でした。お買い得のワインもあります。まあまあじゃない、桃1個100円、トウモロコシ売り切れ、トマト248円、キャベツ100円です。漬物半額あり。へえ、浅間納豆っていうのがある。貝の盛り合わせ780円、あ、半額のお刺身発見。ニジマス半額、いいなこれ。サザエもあるよ十分量が足りそうです。お肉はどうかな。あ、お肉も焼肉セット980円、山賊焼き、ここで買えばいいね。お弁当類、十分量が足りるお店です。地元のパンだって350円です。おにぎりとかお寿司もありました。かわいいおにぎり、手まり寿司298円、鮭弁300円でお釣りが来ます。花火もあった。デラウェア300円、特段問題ないね。ここで十分買い物できるね。お土産も買えます。以上、スイートグラス一番近くのスーパーでした。営業は10月中旬までです。木曜日定休です。そして北軽井沢の交差点には久保さん家の新鮮野菜直売所、レタス大根キャベツが100円、すごく賑わってます。営業努力もしています。そうなんだ。もろこし今日ね完売状態になってるからお早めに。他にもね、こんな直売所があります。キャベツ100円、あ、バラで買えるからいいや涼しくていいね、おばちゃん。これで600円、いいね。もろこいんげん、キャベツとモロッコインゲンとトウモロコシとズッキーニとトマトです。キュウリも買って600円。気温は23度、到着です。着きました、スイートグラス。まだ時間が早いのでチェックイン前の駐車場に置いてお昼でも食べようと思います。今日のお昼はこれとこれ。今日から3泊スタートです。8月は今日でおしまい、明日からはのんびりです。ゼブラナスだって。スイートグラス
野菜も売っています。3本100円、まあまあいいじゃない。このナスがおしゃれ。今日はここにテントを張ります。 B の4です。ここにした理由はトイレが近い、炊事場が近い、以上です。平らだし一段高いです。チェックインの時の説明でハンモックは木に巻きつけて貼ってはいけないそうです。つまり持ってきたけど今回はハンモックは見送りです。キャンプサイトの設営が終わりました。今日はこんな感じです。クロノスキャビンを建ててタープを張ってリビングはこんな感じです。無印良品の頑丈収納ボックスを3つ買いました。圧縮して収納できるのでいろんなものがぎっしり詰まって便利です。この間買ったコールマンのアイスボックス、これもスーパーのお買い物にとても重宝でした。一段落したので一杯飲もうと思います。飲みましょう。ノボ 9% のビッグ、フーさんは贅沢絞り。今日から4日間楽しむぞ。お願いします。美味しい。今日は AC サイトスイートグラスで高規格キャンプです。いいな。昼飲み最高です。あ、鳥の声がした。ちょっと落ち着いてきました。21度だそうです。今日の蚊取り線香アース渦巻きプロプレミアム効き目最強っていうのを買ってみました。色が綺麗で香りも素敵です。
平和でいられるかな。今日のサイトです。なかなかうまくできたかな。自画自賛3泊のお泊まりは初めてです。ちょっと青空あります、ね、どっち行くの？シャワーのとことコインランドリーのとこ行ってみたら、シャワーとコインランドリーをチェックします。